自己紹介お願いします。佐々木茜と申します。松本市役所は入庁2年目です。今後この新華チャンネルでも MC 役として登場する予定です。よろしくお願いします。ご出身どちらなんですか？出身は鹿児島県です。松本市役所に私は入る前なんですけれども、某アパレル企業に7年ほど勤めて退職をしました。でその退職後、松本に1ヶ月半住み込みで働く期間があって、その時に街を実際に歩いてみて、松本の人と街に魅力を感じて松本に移住することに決めました。どうして松本市役所に入ろうと思ったんですか？松本市役所に入る前に2年間台湾に留学に行っていたんですけれども、松本と台湾に関わることができる仕事で、より多くの人に関わる仕事は市役所の仕事がいいかなと思い、松本市役所を受けました。今回のご動画は、私と同じように移住と転職を経験した市役所の先輩とともに松本市役所の魅力をお伝えしたいと思います。どうぞご覧ください。稲見明と言います。今アルプスリゾート整備本部という部署に所属をしてます。上高地だったり乗鞍だったり、その辺の山の受け入れ環境整備みたいなことを仕事をしてます。僕はここに来る前は大阪で働いてたので、まあ今関西弁は出てないんですけど、大阪出身と言っていいと思います。移住をしてきました。僕はもともと大阪で市役所で働いていて、そこでの経験でですね、こう市役所の仕事っていうのがすごく町と関係してるというか、町がそのものが仕事になるっていうことを分かっていたので、せっかくその町がいいなと思って移住をしてきたので、やっぱり引き続き町と深く関わるような仕事をしたいと思って、市役所の職員ということでやることを決めてということですね。稲見さん、大学卒業後どうして市役所に入られたんですか？そうですね、大学時代に自分が生まれ育った土地をちょっと離れて大学生活を送ってたんですけど、まあちょっと離れてみると、自分は結構自分が生まれ育った土地のことが、まあ、好きというか結構気になる状態だということに気がつきまして、自分が生まれ育った町に関わる仕事、町の歯車になるような仕事をしたいなっていうところまでは思ったんですけど、じゃあそこで何をしたいかっていう、そこまでは思い至らなかったんですよね。こう市役所ってどんな仕事になるんだろうって調べますよね。そうするといろんな部署があって、なのでまあ何でも屋さん的にいろんな仕事をする市役所っていうところに入ったら、自分が何をしたいかっていうのが見えてくるかもしれないし、市役所で働くことそのものがやっぱり町の歯車になる、直結することだと思ったので、市役所っていうのをまあ選んで、まあ実際いろんな部署がありますよね。まあアルプスリゾート整備本部っていう部署は、事業課って言われるように何か事業を回していく実行部隊みたいな部署になるんですけど、前の職場では組織の中で、まあ裏方的な、松本市役所ももちろんそういう部署はあるんですけど、他の職員の人がまあ事業を進めていくのをサポートしたりだとか、そういう仕事が長いことをやってましたね。佐々木さんも入ってみて、こんな仕事も市役所の仕事なのかみたいな、驚いたこともあるかもしれない。そうですね、やっぱイメージとしては窓口で市民の方に対応するっていうのが、そういうのも面白そうだなと興味あります。やったことないので、成長につながるじゃないですか、自分自身の。そういうの窓口系の仕事って言ったりはしますけど、まあそういうところって自分が生きていく上で必要な制度を扱ってると思うんですよね。例えば住民票の関係だったり、税金の関係だったり、福祉であったり、住民のその暮らしていくような仕組みっていうのを理解した上で、まあ次のステップとして、例えばまあ今僕がいるような事業を担うような部署、施策を考えているような、そういう部署に行くっていうのは非常に重要なことだと思っていて、だから入ってね、そういろんな部署で経験をして、その中で自分が得意なこととかやりたいこととか見つかると思いますし、佐々木さんがすごく国際交流とかやりたいって言ってるような行きたい部署に行くこともあるかもしれない。だから町に関わりたい、もう簡単に町が好きだでいいと思うんですよ。なんかその松本にいい感情を持ってる人、ぜひ松本市役所に来てもらいたいですね。ちょっと悪口みたいになっちゃうかもしれないんですけど、例えば、メールの返信一つとっても、お伺いを立てるみたいなことになった時に、ね、これぐらいは私でもね、判断してもいいんじゃないかって思ったりもしますね。市役所の仕事の感覚がない人からすると遅いなって、思ってしまうかもしれないんですけど、説教者みたいになっちゃって、佐々木さんが何かメッセージを発するってなると、佐々木メッセージじゃないんですよね。そうですね、松本市からのメッセージになるんで、あとはやっぱり公正公平に仕事をしてるって、どこか一つの肩を持つような仕事の内容にはなって
ってしまってはいけないと思いますし、はい、まあ、そう関係する住民の皆さんがいると思うんで、はい、まあ、できるだけ最適解を出していくっていう、うんうんうん、まあ、そこにやっぱり調整が必要だったり、はい、あの内部での検討議論が必要だったりするとやっぱり時間かかっちゃうんですよね、うんうん、市役所の仕事ってどういうふうに見られてるかっていうのはあくまで想像ではあるんですけど、うんうん、はい、例えば安定してるだとか、はいはい、残業が少なくて、うん、すぐに帰れるんじゃないかとかいうイメージがあるのかなと思うんですけど、はい、佐々木さんが松本市役所に入る前もそんなイメージはあった。そうですね、やっぱ定時で帰ってるのかなとか、あの年功序列で、ね、定年退職までずっと皆さん続けるのかなっていうまあ勝手なイメージなんですけど、うん、ありましたね。あと市役所って硬いイメージ、例えば融通が効かない、他にも前例のないことができないとか、うん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 、そういうイメージって持たれがちなのかなと思うんですけど、はい、そういうのはやっぱイメージとしてあったんですかね、はい、あ、そうですね、あって、まあ新しいことを始めようとするとやっぱり皆さんこうざわつくというか、はい、まあ、ちょっと待ってみたいなストップがかかっちゃうこともあるのかなと思うんですけど、まあ、それが自分たちの業務効率を改善したりとか、うん、市民の方とか松本を訪れてくれる方にプラスになるっていうことをちゃんと説得できれば、うん、あの全然やっていいよっていう、意外と融通が効くもんだなと、まあ、入ってみてそう思います。はい、まあ、そうですよね、はい、確かにあの民間企業さんが何か新しいサービスを始めるっていうことに比べたら、はい、そういう踏まなければならないステップっていうのは行政機関の場合多い、はい、あと、まあ、我々法律の下で仕事をしてますんで、はい、守らなければならない規制という部分はあるんですけど、だからあんまりガチガチで何もできないってことはないっていうイメージでいいのかなと思ってるんですけど、はい、それでいいですかね。あ、私もそう思います僕は前、はい、あの市役所で働いていて、はい、市役所同士の比較になってしまうんですけど、はいはい、規模が全然違うんですよね。そうなんですね、うん、まあ、要は大きいとこから中小規模ぐらいのところに来たっていう、うんうん、そういう感じなんですけど、はい、松本市に来て思ったのは、はい、一人の職員が担当するあの業務の種類が多いなっていう、はい、うんうんうん、ふうに思ったのと、はい、職員一人の裁量が大きくて、うん、まあ、自由度が高い、うん、かな、うん、なんか好き勝手できるっていうことではないんですけど、うん、はい、まあ、それはやりがいにつながってくるのかな、感じるところではあります、ね、はい、なんか自分もやった仕事で手応えがあったというか、うん、はい、職員冥利に尽きるというか、なんかそういう、はい、なんかエピソード的なものってあったりしますか。松本城管理課の時のお話にはなるんですけど、私がまあ去年行った時に、まあ、イベントとか松本城関連の、まあ、YouTube の動画を作成して、うん、あの発信を続けてたんですよね、うん、結果としてその1年間でフォロワー数が3000人ぐらいになったっていう。それは自分の中でこう、はい、よしって、まあ、やりがい感じた瞬間、はい、そうですね、やりがいがある仕事かどうかっていうのを、うん、はい、大学卒業して就職先探してるとか、はい、転職してね、うん、あのどこか行き先を探してるとか、まあ、なんか一つの指標になるのかなとかも思ったりするんですけど、うん、はい、佐々木さんのやりがいエピソードは、はい、きっとその上司に言われたことをそのままやってるだけではなくて、うん、自分で何か考えて工夫をして、うん、はい、こうしたらいいじゃんっていうことを、はい、まあ、実行に移して、うん、でそれで成果を得たっていう、はい、そこでやりがいを感じたってことだと思うんですよね、うん、はい、どこの部署でも同じで、うん、僕は前職っていうのかな、はい、では事業家の皆さんを支える仕事をすることが多かったんですけど、はい、やっぱり頼られる、ね、いろんなこと聞いてもらったり、はい、さっき言ってたようにその窓口系の部署でも、はい、ありがとうっていう一言であったり、うん、気持ちよくね窓口対応してもらいましたっていうお手紙でも来たらそうかもしれないし、うんうん、市役所ってその売上を上げるとか、うん、何パーセント達成とか数値的な達成度を示すのは難しい仕事って結構あるんです、はい、そういうことにはならないのかもしれないけど、うん、地域の方から感謝されたり、はい、松本城のファンが増えたり、うんうんうん、すごいじゃんっていう一言であったり、うんうん、人と人のつながりの中でやりがいを感じる職場だと思います、はい、すごい幸せな仕事なんじゃないのかなって思いますね、うんうん、市役所、はい、やりがいのある仕事ですよね。そうそう、うん、ぜひ松本に来てください。